誇りが舞う。つま先つぶしてきしむ音立てる。引き立て役は今回だけですよ。どこな。前に静香が言ってたんだ、竹取物語の舞台に上がった時のことは本当は出るべきじゃなかったって。ココナのファントムを見ているとあの時の静香を思い出すよ。クリスティーヌに夢を託して姿を消したファントムみたいに。おかしいよね、消えるためにあるセンスなんてナンセンスだ。静香ちゃん、私静香ちゃんに伝えなきゃいけないことがたくさんあるんだ。クリスティーヌ、君は私に会いたいと言っていたね。ええ。ならば私の家に招待しよう。その鏡に映る自分の顔を見るがいい。私の天使、重なる影二つ揺れる調べ。この感覚テレーゼさんと同じ。センスによって極限まで研ぎ澄まされた表現力は自身の想像した世界を伝播させる。センスの進化。私は初めて生まれてきてよかったと思えたのだから、ありがとうクリスティーヌ。君を心から愛してる。かき上げた船が行き場の思いの場所、不思議なメトロも変わらないリズム、刻み続けて誰も知らない、どこにも届かない、孤独で自由なメロディ羽ばたかせる、それはあなただけ。聞こえるかい、ありがとう。